マミモメモンさやかです。黒の奇跡発売おめでとうございます。ありがとうございます。私電撃屋で購入しましてこの箱で届きました。なので今回は電撃屋の特典を紹介していこうと思います。ちゃんとすごい丁寧に梱包してくださっとる。こんな感じ。プチプチから取ろう。はい、並べてみました。またタペストリー増えたよさっきさ、軽く私何個タペストリー持ってるんだろうと思って数えてみたら12個あって、これ13個目になるのかなラインナップこんな感じなんですけど、はい、ということでパッケージイラストかな、これの B2 のタペストリーでございます。これももうどこに飾るか壁がないですメインキャラが織りなす物語楽しみですね。次何見ようかな。マグカップ、またマグカップ増えた。マグカップも大概持ってるよ大概持ってる。アークライドって書いてある。そのバン君のあの事務所のあれっていうこと。シンプルで使いやすいですね。でこれがね、多分ダウンロードコードかな。そして始まりの奇跡の大型アップデートで追加された白の封印石のノベライズ3本ですかね。3本ってことはあれか、あの行案の主者春蘭だっけは入ってないんだねこれね。そう、あのゲームの中であった小説がこうちゃんとね書籍化されてるっていう特典でございます。ちなみに始まりの奇跡でね、あの空の奇跡からあの千の奇跡4までのこのノベライズの本もありまして、これもねすごいよね、15年の歴史これとともにね一緒に保存してたら幸せっていうやつですね。次クリアファイルだ。私メインキャラさ、なんかこう薄めで見てだからあまりこう詳しく見てない感じなんですけど、これあれか、裏表違う感じか。裏表であれタイプだ。こんな感じ、主要キャラっていうね。さてどうしよっか。クリアファイルはねこういうのに入れてまして、これがファルコム用かな。よいしょ、こんな感じで保存してて、入れるとこある入れるとこあるのか問題。あれ大丈夫かな。あ、な、ん、ないのでは。もしかしたらないかもしれない。ないかもしれない。4枚だからイースを外せばいけるかマジか。そんな、そんなにコレクションありました私。ぽいですね。イースを外せばいけました。そんなにいっぱいあるんだ私、やばいなはい、そんなコレクションを持ってました。でこれよ、よいしょ、プリガンエディションですね。裏はこんな感じ。特典がオリジナルサウンドトラックミニと、始まり、そして黎明の大地、初期設定資料集か。そしてキャラクターデータファイル。すごいね。めちゃくちゃ豪華だね。書籍系嬉しいよね。よいしょ。え、これどうやって開けるの？すご。これ、何？これ、ラムダじゃなくって、なんだ。こうやって開けるんだ。お、で、で、あ、ん、あ、そういうこと、こっから出すんだ。へえ、凝ってんね。こんな感じ。よいしょ。これがサウンドトラックミニかな。イラストかわいい。この主人公たちがどういうふうに出会うんだろうね。そして始まり、そして黎明の大地。私こういうのクリアしてから読む派なんで、今1ミリもあげたくないけどクリアしてから見ようと思います。これもなんかこう裏のあれを見る限り本作のっぽいんだよね。なん
からちょっとやめとくわ。きた。そしてソフトです。黒の奇跡。裏こんな感じ。ここから新たな奇跡が始まる。ついにね、共和国カルバードですよ。何回も言っちゃうけど、空の奇跡やってる時って私空の奇跡しかなかったんで、こんなになんかこう物語が続くと思ってなかったからさ。いやー、ありがたいやらすごいよね。お、この説明書アーロンなんだ。そう、あのファルコンさんってさ、まだ説明書つけてくれるよね。これ嬉しい。表紙、裏表紙、こんな感じ。ちなみにあの黒の奇跡の実況プレイ動画なんですけど、私はもう奇跡シリーズは黙ってプレイできない体になってしまったので、まあ撮りながらおしゃべりしながら収録しようかなとは思ってるんですけど、投稿がネタバレ配慮で12月中旬を目標にしております。まあ皆さんのが忘れた頃に投稿されると思いますので、気が向いたらああやってんなーで見てください。あ、これザイファっていうんだ。へえ。第6世代最新戦術オブレントザイファ。へえ。楽しみ。これがマスタークォーツで、ここにあのクォーツをはめてっていう感じなのかな。これライン1の人ってライン1とかもなくなっちゃうのかな。これライン4だよね。ここはちょっとよくわからんけど、ここも関係あんのかな。ここがサブか。ここがサブマスターコア。なんだろう、わかんない。違うな。ここにね、ウェポンシールドとかカテゴリーがあるから、カテゴリー別にクォーツはめるのかな。よくわからんところで察していってしまった。ちなみにさ、始まりの奇跡の時にね、発売のさ、カウントダウン企画でさ、ツイッターであのイラストを毎日投稿してたんですけど、それがちょっと黒の奇跡の時は、私は新キャラはあんまり描きたくない人だったので、2枚だけ描きました。こちらになります。はい、そんな感じでしょうか。というわけでね、相変わらずソフトを買おうと思ったら1万6000円ぐらいを特典付きを買ってしまうというあれですけれども、ホクホクしながら楽しんでいきたいと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またねー。